星の王子様、前編。僕は今まで、この話を誰にもしたことがない。それでも今回話すのは、もし彼が再び現れた時、真っ先に、僕に知らせてほしいからだ。あれは6年前のこと。飛行機の操縦士だった僕は、エンジンのトラブルで、サハラ砂漠に不時着する羽目になった。その時は乗客も整備士もいなかったし、人里からは1000マイルも離れていた。飲み水は1週間分しかない。僕は一人でエンジンを修理しなければならなかった。夜になり、僕は砂の上で眠りについた。大海をイカダで漂流する遭難者よりも、自分は遥かに孤独なんじゃないかって思った。ごめんください。羊の絵を描いて。え？僕はまるで雷に打たれたみたいにびっくりして飛び起きた。するとそこには真剣な目で僕を見ている、まるで王子様のような姿の少年がいたんだ。僕に羊の絵を描いて。え？というか、一体君はここで何をしているの？お願い、羊の絵を描いて。僕が勉強してきたのは、地理と歴史と算数と文法だけだよ。絵は描けない。そんなの平気。羊の絵を描いて。僕に描ける絵なんて一つしかないよ。人間ってやつは、驚きすぎると素直に受け入れてしまうものらしい。僕は言われるがままに、紙とペンを取り出して殴り書きをした。違う違う。蛇に飲まれた象なんていらないよ。え？蛇はすごく危険だし、象はちょっと大きすぎる。欲しいのは羊なの。羊の絵を描いて。そこで僕は次々に描いてみせるのだが。ううん、この羊、病気で弱ってる。ねえ、これは普通の羊じゃなくてオスの羊だよ。角があるでしょ。年取りすぎてるよ。僕、長生きする羊が欲しいんだ。描いても描いても却下されてしまう。こんなことよりも早くエンジンを分解してみなくちゃならないというのに。苛立った僕は四角い箱に穴の開いたものを適当に描いて渡した。ほら、箱を描いてあげたよ。この中に羊はいる。わあ、そうだよ。僕はこういうのが欲しかったんだ。え、そんなのでいいの？うん。あ、ねえ、この羊、草をいっぱい食べるかな？どうして？だって、僕んちとっても小さいんだもん。はは、平気だよ。その箱は小さいから、羊もきっと小さい。こんな風にして、僕は王子様と知り合ったのだった。翌日からは、飛行機の修理をしながら彼の話を聞くという、奇妙な日々が始まった。ねえ、ここにある、この置物、何？これは置物じゃない。飛ぶんだ。飛行機さ。僕の飛行機。え？君、空から落ちてきたんだ。うん。うん。じゃあ、君も空から来たんだね。どの星から？
ってことは君はよその星から来たの？あ、そっか。この飛行機だとあんまり遠くからは来れないか。それから3日たち、その王子様はいろいろなことを話してくれた。彼が遠い星から来たこと、その星は家一軒ほどの大きさしかない、とても小さな小惑星だということ。そして5日目、彼はいきなりこんなことを聞いてきた。どうやらそれはずっと黙って抱え込んでいた心配事のようだった。ねえ、羊が小さな木を食べるって本当？ん？ああ、本当だよ。木を食べるんなら花も食べちゃうのかな？羊は目の前にあるものなら何だって食っちまうよ。トゲのある花でも？そう、トゲのある花でも。それじゃあトゲは花にとって何の役に立つの？僕はそんなことは知らなかった。その時の僕はエンジンの固く締まりすぎたボルトを外そうと、そのことで頭がいっぱいだった。故障がとても深刻なものに思われて心配になっていたし、飲み水がなくなるという最悪の事態を恐れていたんだ。トゲって花にとって何の役に立つのかな？ああ、もう、トゲなんて別に役に立たないんだよ。きっと意地悪な花にはトゲができる。それだけなんだ。え？そんなの信じられないよ。花はね、とっても無邪気なんだ。でも、花は弱いんだ。きっとトゲがあれば自分は怖そうに見えるって、そう思いたいだけなんだ。とりあえずボルトを外さないと。でも君は本当にそう思っているの？鼻のトゲが。違う。適当に答えたんだよ。悪いけど何も考えてない。そんなことよりも僕は今大事なことをやっている最中なんだ。大事なこと？くそ、なかなか外れないな。君は間違ってるよ。大事なこともそうじゃないこともごちゃ混ぜにしてる。え？何百万年も昔から花はトゲをつけている。何百万年も昔から羊はそれでも花を食べるんだ。何の役にも立たないトゲをどうして花が苦労してまで作るのか、それを知りたいと思うのは大事なことじゃないっていうの？僕はこの世界で一輪だけの花を知っていて、それは僕の星以外どこにも咲いていないのに。小さな羊がある朝、何も考えずにパクッとその花を食べてしまうかもしれない。そう考えるのは大事なことじゃないの？宇宙にたった一つしかない花を愛していたら、夜空を眺めるだけでも幸せになれるんだよ。僕の花がどこかで咲いているって思いながら。でも羊が花を食べてしまったら、僕にとってはすべての星が突然消えてしまうようなものなんだ。それが大事なことじゃないっていうの？それ以上王子様は何も言えなくなった。そして突然大声で泣きじゃくった。僕は道具を手放した。なんだかどうでもよくなった。エンジンのこともボルトのことも
喉の渇きも、死ぬことさえも。君が愛している花は、危ない目になんか合わないよ。僕が君の羊に、口輪を描いてあげる。君の花には、身を守るものを描いてあげる。それから、どう言っていいのか、僕にはよくわからなかった。自分は、なんて不器用なんだろうと思った。少しの沈黙の後、王子様は、その花について、ぽつりぽつりと語り始めてくれた。あのね、昔、僕の星にね、見たことのない花が芽を出したんだ。その花は、どこか違う星から種の状態でやってきて、そして咲くまでにとても時間がかかったそうだ。おしゃれな花だったから、くしゃくしゃの姿では顔を出したくなかったんだ。ゆっくりと時間をかけて、一枚、一枚、花びらを整えていった。そしてある朝、まさに日の出とともに、彼女は姿を現した。失礼。たった今、目が覚めたところなの。あら、まだ髪がくしゃくしゃね。わあ、なんて綺麗なんだ。でしょ？私はバラの花だもの。それに、お日様と一緒に生まれてきたのよ。綺麗だけど、性格はあんまり控えめじゃないんだな。ねえ、そろそろ朝ごはんの時間じゃないかしら。私にも何か用意してくださらない？うん。じゃあ、お水をあげるよ。ジョーロは？こうして王子様は、毎日彼女のお世話をするようになった。その一本のバラの輝きと素敵な香りは、小さな王子様の星をとても華やかなものにしてくれたそうだ。しかし彼女は少し見えっ張りな性格だったので、しょっちゅう気難しいことを言っては彼を困らせてしまった。私にはトゲがあるから、爪を立てた虎が来たって平気なのよ。虎なんて僕の星にはいないよ。それに虎は草を食べないし。私、草じゃありません。あ、ごめん。虎はちっとも怖くないけれど、風がとても怖いの。ついたてはないかしら。風が怖い？植物なのに風が嫌いだなんて気の毒に。ついたてを持ってくればいいんだね。それとね、夜はガラスケースをかぶせてほしいの。あなたのお家ってとても寒いわ。きっと星の位置が悪いのね。私が前にいたところは。え？前にいたところって？ここで育ったのに？彼女はつい無邪気に嘘を言ってしまったことに気づいて、咳払いをした。恥ずかしくなったけど、おほんおほんと咳をして、王子様のせいにしようとした。ねえ、ついたては？取りに行こうとしたら、君が喋ったんじゃないか。寒いわね。毎日こんな調子だったから、王子様は少しずつ、彼女のことが信じられなくなった。大して意味のない言葉を真剣に受け止めて、その度にとても辛くなった。その時は分かんなかった。あの子はね、天の弱なだけだったんだ。言葉よりも
してくれたことを見なくちゃいけなかった。あの子は僕を良い香りで包んでくれたし、僕の星を明るくしてくれたんだ。でも僕はあまりにも子供で全然それがわからなかった。少しずつ花と一緒にいるのが辛くなって、僕は自分の星を出ることに決めたんだ。王子様は渡り鳥を使って星を出ることにしたそうだ。出発の朝、彼は自分の星をきれいに掃除して花に最後の水をやった。毎日決めてやっていたことだけど、この朝にはずっとずっと愛おしく思えた。最後にもう一度だけ花に水をやってガラスケースをかぶせようとしたとき、彼は不意に泣きたくなってきた。さよなら。さよなら。花は咳き込んだ。だがそれは風邪をひいているからというわけではなかったようだ。私、バカね。ごめんなさい。許してね。幸せでいてちょうだい。彼は驚いた。花が非難の言葉を何一つ口にしなかったからだ。ガラスケースを持ったままおろおろとその場に立ち尽くした。どうして花が穏やかで優しいのかわからなかった。私ね、あなたのことが好きだったの。あ、知らなかったでしょ。あなたにはちっとも伝わらなかった。私のせいね。どうでもいいか。お幸せにね。それとガラスケースは放っておいて。もう必要ないの。でも風が。風は大したことないわ。ひんやりした夜風は体にいいし、私、花だもの。でも虫が。毛虫の一匹や二匹、我慢しなくちゃね。蝶々とお友達になりたいもの。とってもきれいなんでしょう。だって、他に誰が訪ねてきてくれるかしら。あなたは遠くに行っちゃうし。は、大きな獣も全然怖くない。私にはトゲがあるわ。彼女の声は静かで穏やかだった。王子様は何も言えなかった。ただ、涙だけが止められなかった。さあ、いつまでもそこでぐずぐずしないで、行くと決めたんなら、もう行って。彼女は泣くのを見られたくなかったんだと思う。そういう花だったから。そして王子様は星を出て、6つの星を見て回った。それらの星にいたのは、自分の体面を保つことに忙しい王様。毎日酒を飲み、それを忘れるために酒を飲む酔っ払い。夜空の星の所有権を主張し、その数の感情に日々を費やす実業家。星が1分ごとに自転するため、1分ごとに点火や消火を行っている点灯夫。そして自分の机を離れたこともないという地理学者。6番目に来た星は前の星より10倍も大きかった。
これはこれは探検家じゃな。いらっしゃい。ここで何をしているのですか？わしは地理学者じゃ。何？地理学者っていうのは？海や川や町、それに山や砂漠がどこにあるのか知っている学者のことじゃ。へえ、面白そう。それから王子様はその星をぐるりと見た。こんなにも大きな星は見たことがなかった。とっても大きいですね、あなたの星は。海はあるんですか？全くもってわからん。え？じゃあ町や川や砂漠は？それも全くもってわからん。でも学者なんでしょ？さよう。だが探検家ではない。学者というのは偉い人じゃからな。歩き回ったりはせん。自分の机を離れないのじゃ。その代わり探検家を迎えるのだ。質問をし、探検家の話を書き取る。ところで君は遠くから来たんだな。探検家だ。さあ、わしに君の星のことを喋ってくれんか。え？あ、僕のところはそんなに面白いところじゃなくて、すべてが小さいんです。ほうも。あ、でも綺麗な花を一つ持っています。わしらは花については書き留めん。どうしてですか？一番綺麗なのに。なぜなら花は儚いんじゃ。儚い？地理の本はな、決して時代遅れにならない。永遠のものだけを書き記す。例えば山の位置が変わるなどということは滅多にあることではない。で、その儚いって何？近いうちに消えるかもしれないって意味じゃ。花の命は短い。僕のお花はもうすぐ消えちゃうかもしれないの？かもしれん。僕の花は儚い。周りから自分を守るのにたった四つの棘だけ。なのに、僕はたった一つ置き去りにしてきたんだ。王子様は不意にやめておけばよかったと思った。でも気を取り直して尋ねた。これから行くのにおすすめの星はありませんか？地球という星じゃ。なかなか評判がいい。そして王子様はそこを出発した。花のことを考えながら。そういうわけで、7番目に訪れた星が地球だった。